お疲れ様です。今回も映画幸せの黄色いハンカチ北海道ロケ地巡りの動画です。映画で武田鉄矢さんのファミリアが釧路から夕張まで走ったルートを同じように辿ってきましたが、結局全部で10回分の動画となってしまいました。実際に映画では3泊4日の道中でした。今回はいよいよ最終回で、ついに幸せの黄色いハンカチが設置されている思い出広場までやってきました。当時は炭鉱住宅がたくさん立ち並んでいて、炭鉱従事者が住んでいたわけなんですが、映画公開後に炭鉱閉山が相次ぎまして、ここにあった住宅は全て解体されたようです。しかしながら映画が有名になったことや、それこそ監督の山田洋次氏の声掛けもあって、なんとか何かしらの形で残せないかということで、映画と同じように黄色いハンカチとその竿と、あと炭鉱住宅の再現を行って、幸せの黄色いハンカチ思い出広場としてオープンしたわけであります。今回は今後思い出広場に行く人がさらに楽しめるように細かいポイントを紹介しつつ、また映画の中の様子と現在の様子を比較しながら当時の面影を追ってみたいと思います。ではよろしくお願いいたします。よかった、今日はちゃんと営業しているみたいです。ここはね、冬の期間は雪に埋もれてるみたいなので中に入れないんですが、5月か4月ぐらいから営業再開しているようです。まずは入場料、こちらの管理棟で払います。入場料は大人550円ですが、夕張市破綻前は無料だったみたいです。映画の中ではこの敷地の中を車で侵入します。そして車は浴場の前に停めます。この辺りに銭湯があったみたいですね。そしてくるりと振り返ると、あそこに床屋さん、今の幸せの黄色ハンカチの管理棟があるわけですが、この手前をファミリアは走っていきました。こういうカットですね。こちらのカットを比較するとご覧のようになります。現在管理棟となっている建物は、映画当時は浜松利用院という床屋さんでした。幸せの黄色ハンカチ思い出広場開業当初は床屋さんとしてまだ営業を続けていたかどうかはちょっと分かってないんですが、実際に利用院を営んでいた方がまだ住んでいらして、管理人の代行をしていたようです。ロケ当時は高倉健さんなどにコーヒーを提供したり、待機場所として使ってもらっていたようです。そして思い出広場がオープンしてからしばらくした後に、この建物を解体するという話が上がったそうなんですね。ただなんとか思い出広場の一部として残せないかと、役所の方が奮闘して現在管理棟として生き残ったようです。入り口には以前何の建物だったか分かるように床屋のマークであるサインポールが現在でも残っています。この道をファミリアはこっちに向かって走ってくるわけですが、当時はこの道は未舗装で、少し砂ぼこりを巻き上げながら走ってくるような感じでした。あそこには黄色いハンカチをちなんで黄色いポストがあります。あそこからね、実際にハガキを投函してどこかに送ることもできるみたいです。ここの道は真ん中が舗装されて左が砂利道になってますが、当時は完全に未舗装の砂利道でした。そしてここに銭湯があったわけですが、武田鉄矢さんはそこに、その前に車を止めます。こういう感じかな。銭湯があった場所になります。ご覧のように現在は何も残されていません。左奥に見えるブランコや炭鉱住宅も現在はありません。カメラはこういうふうにぐるりと一周します。映画ではカメラは少しぐるりとアングルが回るんですが、その時武田鉄矢さんの背後に木柱が見えます。これがおそらく矢印の木柱と同じものと考えられます。そしてさらに管理棟側にアングルが動くとこんな感じになります。矢印のあたりに滑り台があったようですね。そんなところにも建てたのかというようなところにも炭鉱住宅が建っているのがわかります。このあたりに桃井かおりさんの後ろにブランコと滑り台があったんですが、このあたりが公園っぽくなったんですかね。子どもたちがたくさんいたということなんでしょうけど、このカットを比較しますと、矢印の木柱は管理棟の目の前にあるもので同じものと考えられます。その手前にジャングルジム、そして見切れていますがブランコがあります。先ほども遊具が見えるカットがありましたが、至る所に配置されていたことがわかりますね。なので子どもも結構多かったと予想できます。このあたりにも炭鉱住宅がたくさん当時は建っていましたが、現在は一棟も残ってません。そして奥に幸せの黄色ハンカチが風になびいて立ってますね。ここだと少し見づらいかな。今日はあいにく晴天ではないのであんまり映り映えが良くないんですが、こういう感じのカットが映画でも使われたかと思います。銭湯の入り口から黄色いハンカチと長屋を見るカットの比較です。ほぼ同じようなアングルと思われます。右側の少し土地が膨らんでいる部分が現在も同じように残っていますね。また道は当時は未舗装だったことがわかります。そしてこの先から道は狭くなっているので、車の乗り入れもここまでしかできなかったと考えられます。現在は砂利道の上に舗装路がかぶさっているような感じです。
ただね、手前に残ってるあの炭鉱住宅なんですけど、あれはですね、幸せの黄色いハンカチ思い出広場のために再建されたものらしいんですね。映画にあったそれとは違うものでございます。ここで1970年代の航空写真を確認してみます。先ほど紹介した浜松利用院が青い矢印、銭湯が赤い矢印になります。黄色く囲ったところがハンカチと一緒に見えた長屋になるわけですが、現在の航空写真に切り替えると長屋時代が少し短くなっていて、微妙に位置も違っています。ではまずあの建物に行ってみましょうか。いやー、やっと着きましたね、夕張。この場所は夕張市の日吉地区という場所でございます。この辺りのカットを比較してみます。当時は道は少しくねっとしていましたが、おそらく思い出広場として整備した時に丘は少し削って現在の形になったのではないでしょうか。映画では右側から夕張の街が見渡せていますが、現在は木の成長によって少し見えづらくなっています。訪問時、なんとなく以前に比べてすっきりしている感じがするなと思っていたんですが、2年前訪問時と定点比較して気づいたんですが、映画ポスターの看板が消えていましたね。まあ、これどこに行ってしまったんでしょうかね。この建物は確かに映画当時のものとは違うんですが、映画の中の記憶がしっかりと思い出されます。この道をまっすぐ行くと、幸せの黄色いハンカチが風になびいていると。そんな演出が映画の中でもされました。この道をまっすぐ行って突き当たった左側のお宅が高倉健さん演じる島優作の家でした。この比較はほぼ定点となります。建物自体は似てはいるんですが、当時と違うことがわかります。長屋は幸せを願う館という名前で建っておりまして、中に入ると壁や天井が黄色一色で埋め尽くされています。この中も展示物などいろいろ見どころがあるので、ぜひ行ってご覧になってみてください。この動画では紹介は割愛させていただきます。では続いてちょっと黄色いハンカチのそばに行ってみましょうか。この辺りからね、あの倍賞千恵子さんがあの下で待つカットが撮影されました。このカットの比較は大体こんな感じです。奥の山の稜線がほぼ同じですね。後ほど少し言及しますが、現在の黄色いハンカチの位置と映画当時の黄色いハンカチの位置はですね、少し異なっていまして、実際はもう少し奥の方に配置されていました。また左の映像のカットは映画の最後のシーンなんですが、炭鉱住宅に注目してみますと、板がバッテンに打ち付けられていたり、ドアが外れていたり、他に誰もいなくて、なんか人気がなくて、ちょっと廃墟感が出てるんですね。一方ですね、同じ場所の回想シーンではそんなことはなくて、まあ、ちゃんとご覧のように子供が外で遊んでいたり、活気がある感じがあります。この違いに少し違和感を感じたので、まあ、ちょっと考えてみたんですが、映画公開当時は炭鉱がすでに社用化していたので、廃業して夕張から引っ越す人もちょくちょく出ていたんじゃないかなと考えられます。なので映画の中では炭鉱が閉山して周りにだんだん人がいなくなってきたけど、まあ、それでも夫を待ち続けていたという裏設定があったんじゃないのかと推測ができると思います。そう考えるとこの最後のシーンもさらに深みを感じることができます。今日は風が強いからね、ちょっと映画のそれっぽくなってますね。映画の時も黄色ハンカチはね、めちゃめちゃなびいてました。ただ残念ながら今日雲が多くて、あんまりいいカットとは言えません。おそらくこっちの方も多分新しく作ったものなんでしょうね。おー、来ましたね。そして右側を見ると夕張の街を見下ろすことができると、そんな場所でロケが行われました。で、今黄色いハンカチはここにね、設置されてるんですが、実際映画の時はここではありません。もうちょっとこの先にあったわけです。この先はもう道がないんですけど、今芝生になってるんですが、当時はね、砂利道がまだ続いてて、こうやって歩いて続いてて、そこでちょうど崖になってるんですが、その崖ギリギリのところに黄色いハンカチの竿があったんですね。つまり目印としてはここだけポツンと咲いている花、この辺りに黄色いハンカチの竿が設置されていて、倍賞千恵子さんが待っていたと、そういうわけなんですね。黄色いハンカチの位置をじっくり見てみますと、矢印の部分が末端部、つまり崖になっていまして、そのすぐそばに黄色いハンカチが設置されていたことがわかります。そして現在はその崖よりも随分手前に設置されていることもわかります。また黄色いハンカチを崖下から写したカットでも、やはり崖ギリギリに立っていることがわかりますね。青い矢印のお宅が高倉健さんと倍賞千恵子さんの住まいという設定の家です。ここで再び航空写真を確認します。1970年代のものです。青い矢印が高倉健さん宅、そして黄色いハンカチは黄色い矢印の部分に設置されていました。
これを現在の航空写真に切り替えます。家があった場所は跡形もなく何もなくて、ハンカチがあった位置も何もありません。現在ハンカチの位置は赤い矢印の部分となります。やはり少し位置がずれていることがこれでもわかります。少し映画の余談ですが、このシーンをすべて撮り終えて東京に戻ってフィルムの編集をしていたところ、やっぱり倍賞千恵子さんのアップが必要なんじゃないかと考えて、急遽倍賞千恵子さんだけでこのカットを別で撮ったらしいんですね。まあわざわざ夕張まで来て撮ったらしいです。つまりこの時夫役の高倉健さんはいないわけなんですが、まあ、それでもこういう顔ができるのはプロだなと思う次第であります。あとその話を裏付ける根拠としては、後ろの洗濯物が左から洗濯バサミ、白っぽい服、青っぽい服の順で干されていて、青い服と白い服の間に倍賞千恵子さんが立っている形になっています。しかし一つ前のカットを見ると、白っぽい服、洗濯バサミ、青い服と少し順番が入れ替わってるんですね。あと倍賞千恵子さんの立ち位置も少し変わっていることがわかります。この右端は崖になってます。これね、崖の下からね、こっち側を映したカットもあるんですが、ちょっと下降りるのは危険なのでやめておきます。で今ねこの辺はもう荒れ果ててはいるんですけど、こっち左を向いた時に当時ね炭鉱住宅がこの辺りにも建ってて、高倉健さんと倍賞千恵子さんが住んでいったと設定される家もこの辺りにあったわけです。この辺かな。高倉健さん演じる島優作の家があったのはこの辺りです。今は跡形もなくて40年ぐらいで成長したと思われる木も生えております。この辺りから下を見下ろすカットもありました。こういう感じかな。映画の中でも駅舎が映ってたんですが、今はちょっと木が結構生えちゃって見えづらくなってます。このカットは高台のこの場所から下が少し見えるカットです。矢印の屋根は夕張鉄道線若菜駅の駅舎と思われます。そのすぐ横には夕張鉄道線の線路、矢印の部分ですが、ここが現在廃線跡の歩道になっています。そしてさらに左側にも線路が敷いてあって、これは今でも残ってるんですが、当時国鉄夕張線の線路になりますね。4年ほど前に廃止になった石勝線夕張支線の前身の路線になります。当時は下がすっきり見えていましたが、現在は木が成長して街並みが隠れ始めています。2人が住んでいた家が建っていたところはもうすでに破りになってるんですが、ここから先ほどのハンカチあたりのシーンを映したカットがあります。このあたりはね、比較して紹介したいと思います。特にね、黄色ハンカチのところ、微妙に坂になってるでしょ。これがね、当時の名残なんですよね。映画の中でもね、あの微妙な坂は映っておりました。こういう感じだろうか。島優作の家から銭湯の方にカメラを向けたカットです。高低差があって少し坂になっている部分が定点の目印となります。このことからも現在幸せの黄色いハンカチが設置してあるところは場所が違うことがわかります。幸いなことに今はですね、僕以外お客さんがいないみたいなのでゆっくりと撮影ができます。こういうね、木柱ももしかしたら当時残っていたかもしれません。まあこういうのをね、映画と比較しながら見ると、あ、映画の中にこれ映ってるんじゃないかと、そういう新たな発見ができるんですね。でもわざわざね、これだけ、この幸せの黄色ハンカチ思い出広場のためにね、こういう木造の木柱を建てるわけないので、おそらく当時のまま残したものじゃないのかなと、そういう推測もできるわけですね。当時の面影を残しているのはこういう、やっぱり砂利道ですね。舗装されていない方。こっちの方にも道があって、ちょっとね小高いところですが、ここにもびっしりとね炭鉱住宅があったものと思われます。こちらの幸せの黄色いハンカチ思い出広場はもともとは入場料無料だったんですが、2007年に夕張が破綻してからは、まあ、そんな余裕はなくなったということで、現在は入場料が550円かかります。まあね、550円でも全然安いと思います。あそこの建物の中にもね、結構珍しいものが飾ってありましたし、何よりあっちの入り口管理棟の方にはですね、当時あの撮影の合間に撮ったと思われる写真が飾ってあったりしましたので、結構珍しいものが見れます。ちなみにこの時いたスタッフは高齢の男性の方だったんですが、もともと夕張市役所にいたみたいで、市内の事情を結構詳しく教えてくれました。夕張本町には崩れかけているものがあるとはいえ、映画の看板が設置されています。当時この看板を立てる企画を担当していたそうです。看板の絵は札幌のペンキ屋さんに描いてもらって、適当に看板を配置するんじゃなくて、誰々の家にはこのポスター、どこどこの家にはこのポスターとちゃんと決めていたみたいなんですね。また夕張本町の奥にあるホテルシューパロなんですが、営業再開はほぼ絶望的で、現在香港の企業が持ち主みたいなんですが、なんで持っているかも不明とのことでした。
あと毎年時期になると夕張メロンを都庁に持って行って、そこで物産展をするそうなんですが、飛ぶように夕張メロンは売れるようです。僕が訪れた1週間後に東京に行くと言ってました。この時は5月だったんですが、夕張市は衰退しているとはいえ、夕張メロンというブランドがあるのはかなり強力なことだと思います。夕張メロン自体東京で買うとかなり高いんですが、市内には夕張メロンを食べ放題できるような場所もあります。できればやめてほしいと言ってました。僕も去年ふるさと納税で夕張メロンをもらったんで、そのことを話したら食べ方を詳しく説明してくれました。食べ頃の段階があるみたいです。他にも思い出広場ができた経緯から石炭の話、夕張市役所の闇の話などを教えてくれて、確実に550円の入場料以上の価値を手に入れることができたと思います。なのでおすすめは管理棟でコーヒーを飲みながらスタッフの方と雑談することがいいと思います。平日の人が少ない時に行くとより良いかと思います。ずいぶん天気が良くなってきたけど、気温は結構低いです。風も収まってきたからマシになったけど、さっきまでは結構極寒で、あそこのね、管理棟でちょっとコーヒー飲みながら管理人の方といろいろ喋ってたんですが、貴重な話を聞けたかなと思います。